岩井のお金さんとんと昔、幡郡下川口村祝谷に「おかねさん」と言うてそりゃ豪胆で力持ちのおなごがおったとお金さんは本当は百姓じゃが大方甥山暮らしをしよったそうな。 時は幕末の頃、ある年の秋のことじゃ。稲もあらかた買ってしもうて、芋掘りがぼつぼつは立つ自分のことよ。妙な噂がパッと広がった。何でも村ずれの山の端にずっと前から立ちされになった。 県の大きな空き家があったがそれが近頃雨の降る晩になると家の中からビーンビーンという音がするというのじゃその音というのがまた君がわろうて細く泣くような恨むようなこの世の音とは思えん聞くだけでも ゾーンとする音じゃそうな。村の若いしらが二三人でいっぺん試しにいてみようや言うことになってちょうど雨の降る晩に身の傘自宅でワイワイとめきながらにぎやかに出かけていったと。それからだいぶ時間がたってかれこれ寝のこくを過ぎたが 若いしらあは一向にもんてこん。どうしたろう?」う言いながらねじたくをしよると、外で何やらわめきながら若いしらがもんてきた様子じゃった。そこで戸を開けて外を見ると、みんなぬれしょぼけ、みのもかさもきちょらん、どこぞえ捨てたと見える。みんなただ口をパクンと開け、 わぐわぐ言うだけでさっぱりわけがわからんとそれで水を飲ましたり火をたいてあたらしておるうちにちいとは元気を取り戻し言うこともやっとわかるようになったとそこで若い詩の言うのをかれこれつづり合わせてみるとあの家へいてみるとたしかにビーンビーン 音がしよる。近寄ってみるとかすかに明かりの火も見える。みんな壁の破れ目から中を覗いてみると、真っ白い髪の毛をした一人の老婆がゆるり旗に座り込んで糸車を回して織田巻きを巻きよる。その音がビーンビーンとなるがじゃ。ところが誰ぞ美濃の袖を引っ掛けたと見えて、 妙な音をさした。と思うとたんに老婆がひょいとこちらを向いたが、そのときのばあさんの顔のおとろしかったことを言うたら、口は耳までさけて、わしらあご体重の血がさかしに流れたように思うたぜや。それでどこを土下に走りこけてもんたかわからん。とまあ、こんな具合じゃった。なんでもあの空き家にゃ、 から古狸が巣を作ってつい近頃まで人を馬鹿しよったという話じゃったがこの頃は人も馬鹿さんからどっかへいてしもうたということじゃったに今度の騒ぎでそれ狸を退治しろとばかり腕じまんの漁師どもが残時出かけたそうなところが何日たっても 一向にタヌキをしとめた話はきかんし、漁師連中もタヌキのたの字も言わざった。そこで村の人らもこれ以上は放っておけなくなって、女ごしじゃけんど、おかねさんに頼んでみたらどうじゃろ、いうことになって、主だったもんが連れこって、ひいとい、おかねさんのところへ相談にいたと。 ほいたら案外おかねさんは気やすうそうかのうしそりゃいてみにゃいかんのうし」と言うてくれたその自分にゃ秋もえっころ遅うなっておりしと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 ,と雨の降る晩は余計寂しい思いがするおかねさんはそんな雨の降る晩を 待ちかねちょったがある晩ええー、具合に降ってきたので明日の朝空き家へいてみなんせ大抵いてきが死んじょります老犬村の人らにそう言うておいて一人で出かけていたと明けの朝村の人らが塔から大勢で空き家へいてみると なんと出来たての牛のこばあ太い古田ぬきが目から頭をぶち抜かれて死んでおったそうな。腕じまんの漁師らがあれば騒ぎ回って誰っちゃよううたざったがをおかねさんが一発で頭をぶち抜いたけん。こりゃっ一体どういうがじゃろう。みんな不思議でならん。 不遠慮に聞いてみるもんもおったけんどおかねさんはわらうばあでなにも言わざったそうなそれからずっとあとになって何かの話からたぬき退治の話になりその折おりおかねさんが「バケたぬきうつ言うてもはなからバケちょるがじゃけんまともに相手になったちうてるもんじゃない」 ひなうしひよなうし」と言うたそうな「むかしまっこ」猿真っ「さるまっこ」